星人。4文字しかできんかい。これは PS2 番かな。そう。親父じゃなかった父さん。進捗どうですか？3DS かなんかだと救いがなくなるキャラもいますね。ファイナルフラッシュ。海外版だってテンションマックスでサイヤ人みたいな髪型になるの。海外わかってますね。戻して。銃の主役はトランテンポかったっすね。11か。ネクネクオツオツ。あれ、ベジータじゃねえか。久々に 3DS 版8やってこようかな。メタル狩りがやべえ、打率になってるからぬるゲーだけど。いじられたか。シンボルエンカウントだから出現位置でカメラ動かしてるだけで永遠に出し続けられちまうんだ。
Y がやってた時の主人公の名前は悟空だったわ。最初から二人なんすね。ま、スターズでモンスター扱いの王様じゃん。はくらえ。目が馬になってるせいで馬の糞がないんだって。これくらえ。代わりに牛の糞だね。神様その辺でグリグリしてるんすかね。レベル5の全盛期。全盛期は9だぞ。当時それ考えてなかったわ。通報されそう。早速お使いか。そういえば PS2 版だとね、金コンプできないんだよね。3DS だと ED 増えてるのよね。PT メンバーも増えてるんだよな。メンバーも増えてるんか。勇者行為久々。
では勇者ではないな。モーリスとゲルダが仲間になるのよね。ボリーだか。あのハゲたサタンか。ボリーだけは隠し条件だけどね。なぜ DQ はイベント多めなんや。イベントだけをまとめたようなナナというやべえゲーム。少年時代にトルネコの代わりに不思議のダンジョン攻略者だぞ。あれからこれになるとはね。三国志時代の山賊と海賊王スリー。
初見地迷うくらい広かったな、この街。シリーズ初の 3D なのもあって探索がきつかったっす。そこだ！3D になった直後で歩き回って時間かかった。魔人、頭が。井戸だとキングスライムが思い出す。いらっしゃいませ。
竜の試練は許そう。だがこの追憶の回廊を許すかな。このネズミもモンスターズでモンスター扱いだっけ。パフパフしてくれよな、頼むよ。追憶の回廊はまあ 3DS の追加要素だから多少は許せ。スタークとかいるらしいね。追憶のドルゲマスもう許さねえからな。一撃1000ダメージ以上与えてくるスターク。やだ、行けば。トロで王は S ランクモンスターだから迫害されても仕方ねえな。そこだ。DISCONNECD。回った延長失敗かよ。ネクネクオクスオクス。
今度お邪魔するわよ。ヘルメットはコツなの。もともと30分枠じゃなかったか。もうダメだ、おしまいだ。くらえ。お醤油、2回目。出た出た。延長忘れてたな。ブルマにベジータがヤンガスと浮気してるって言ってやる。くそ。自動延長のはずなのにしてなかった。ブルマの NTR とか相手ベジータに消されるんだよな、愛妻家だから。リーデル本です。枕が小さすぎる。Thank you.
生希望の頃なら。父は若い頃は良かったけど、ご飯生まれてからな。夜だと店閉めるんかい。里虚しさは父が NTR 出ても気にしなさそう。悟る空は父とキスすらしてないからな。股間足でパンパンしてるから。ネジと強いやつがあれば帰らないでしょ。今のサトル虚しさ。コウノトリが運んできたよ。車もされてるんだよな。金玉暮らしようとして脱がせてみたんだよな。男二人宿屋。金も玉もねえ。亀仙人に見られてるんだよね。自分から見せたから平気平気。あれは履いてないの忘れてただけだぞ。そうだぞ。知らなかったんだ。気がつく気がする。悟る空にしっかりマシンピストル打ち込んで報復してるから怖い子だね。そもそも出会った時から銃打ち込んでるからな。ステンレスのように鍛えてるのでセーフ。乗ってきた車ひっくり返されたから多少跳ね。少年時代はレッドリボン軍に乗り込むとこ好き。ブルー将軍とアラレちゃんのギャグ空間好き。じいちゃんとのシーンは良かったっすね。少年時代はゲルダの薄い本でムキムキしました。好きじ語り。あの将
少年ニャンガスがどうしてこんな。ゼシカよりゲルガが好き。追加あるんだ。首から下が7の間から使い回しの子。ドラクエの相棒で好きなのは、ハチさんやな。相棒で一番嫌いなのはキーファです。金泥棒。それはしょうがないよな。金返せ。立場的にしょうがないだろう。泥棒より誘っといてジョ目当てで永久離脱って理由がもうね。主人公に使ってなかったのが敗因。その後11でカラーストーンの洞窟で積んでたのよ。ベジータがダンスしながら料理始めるぞっと。
そっか。楽しいビンゴとかいう映画最大の爆笑というと、リックスって気持ちよさそう。ベジータ様のお料理教室、キャラソンで料理し始めるのは草生えた。はっ W、 でぶっ殺してやる。これがキャラソンの元祖になるんだって。強くね。ピエールやからな。粉にしてやるぜ。キャラソンの元祖は1963年アニメだぞ。ランマとかキャラソン多そう。アニメ中に歌ったりしてる描写とかもあるし、くらえ！そういうのも含んだら結構あるんだろうね。あっ、船。林原めぐみ、うち、のりし、井上菊子、高山みなみ、佐久間レイのユニット、豪華すぎない。
がいねえ。SSR どころじゃないぞ。まだ良心的なお値段。ビアンカの初期装備だってか。お鍋の蓋、そこだ。絶対に家のキッチンから拝借してるよね。それクローゼットのお鍋の蓋？ドラクエ4コマ漫画で茨の鞭と木の盾だか川の盾に変わってる話あったな。4コマでお鍋の蓋と果物ナイフ売っちゃって、鱗の盾で蓋して茨の鞭でリンゴの皮剥こうとしてましたね。ああいうセンスいいよね。こすりリンゴ。Thank you.
そこだ。ドラクエのモンスターって8までは許せるけど、それ以降なんかいまいち許せんのやけど、なんでやろな。スライムタワーとか、くらえ！うちスライムとか。で？受け付けない。うちは僕じゃなかったか、八より前だっけか。うちスライム悪くなんだぜ。あ、ワイ僕あんまり好きじゃなかったから記憶から抜けてたわ。スライムが自分より弱いモンスターを望んだら、夢の世界で生まれたのがブチスライム。僕は無道で燃え尽きたな。ドラクエ6の夢設定なんかひどかったな。空飛ぶベッドとか、空飛ぶユニフォームとか、何かドラクエって感じしなかったな、個人的に。そうよ、今なら地図取ったら MAP 画面に映ってそうよね。マップ上時表示型のドラクエは BS 時代もないんだね。ええ、3体スキル教えてくれねんす。
バディネーチャー、ネーミングが、ゴン。斧と根性が安定じゃないって。根性4まで振って口笛覚えるんだぞ。それが7の最後じゃね。だからベジータなのか。そこだ。おっさん呼びは使い走りで使えない。死にそう。根性スキルがだいたい口笛以外使えないからな。そういえば今作だけだってレベルでルーラ覚えないの。ループ好
キルだね。あとでいい。魔法再現イベントか。KMR の翼。テンション上げてけ。こずらせやがって。おっそうそう、馬にも穴はあるんだよね。馬の種付けは生死に関わるからな。ネプチューヌ、オプスノプス、B98 ヤンケ、懐かしいぞこれ。よーし。
そこだ。強い。まだ勝てない。いいぞ、全部これ使ってくれ。ちくしょう。をよこせ。裸で何が悪い？ KSNG。初期はきついっす。
最初の街、広い、広くない？はっ！重いよね。重いよね。見えても俺はニョロニョロしたものが大嫌いなんだ。ベジータの尻尾も十分ニョロニョロしとるやろがい。最初の町の広さは11が一番おかしい。なんだと？はっ！手間かけさせやがって！やめるな！
イヤ人の王子ベジータが相手だ。調子どう？そこだ！くそですよね。クリティカル出るマレガス。大きすち怖い。もたついてると殺されるぞ。これで終わりだ。この通路
見せてやろう超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを。本当の戦いはこれからだ。痛い痛い。少しはできるようだな。やめてくれよ。
勘弁しても。手間かけさせやがって。帰るまでが遠足ってパターン。ドラクエは基本自動帰還しないから、デスルーラするか徒歩で帰るしかないんだ。序盤は特に思ったね。せめて外さえ出れば。そのための穴抜けの紐お持ちでないんですか？無事そう。でも8は靴早い段階でルーラ覚えれるだけマシなんだけどな。もっと早く発見してほしかった。探索はちゃんとしましょうね。ゴマあげてるやん。ドラクエは正解ルート見つけたら戻って外れルート見に行くゲームだからな。こういうことあるし。もう薬草の骸骨来た。
栽培するんやで。テレビの前のお前たちも、月曜から金曜のテレビの前のお前たちも、探索に熱が入りすぎてボス戦の臨場感がなくなるまでうろつくのが僕の悪い癖。ありまずね。ありますね。最小レベルより高くしてから挑むことあります。あります。食らいやがれ。もう二度と来ねえよこんな洞窟。机には合計してからクソゲー異常に増えたけど、これは良作すぎてな。だってこれ机にないせいじゃないもん。神の使いなのに無料にしてくれへんの。って言ってもあれやしな。ほらしゃぶれよ。
ター7以外出てこないんだよな。落ちたら登れない井戸なら今の日本にも田舎にはあるぞ。神って30分で5万の仕事進めてきそう。ではほとんど落ちたら井戸は自力じゃ無理では。本当の親じゃない、ぼくり。神みたいなドラゴンは先端やしな。靴脱かんかい。トロッコで遊んでただけだから。ちゃんと息してる。マスタードラゴンは4の時が一番クズだぞ。いらっしゃいませ。ニーソードさんが 1700TT ニコに広告しました。広告ありがとうございます。占いババもこれにはびっくりだな。
こうランガラン。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだな。序盤の雑魚がルカなんのやめろ。
こずらせやがって。少しはできるようだな。壁越しでダメージ与えるばあさんは強者。買おうとする瞬間転じ目とかないやろ。嫌われてるんでしょ。いじめでしょ。偽物だから仕方ないね。俺は嫌われてない。しば。
るときくらい外せ。筋肉族なんでしょ。 8G とは良心的だ。小さなメダルが落ちてるイメージあるわ。お金稼ぎたるぞーね。次のダンジョンに一つはありそう。モンスターの通貨どこで使う？使い道ないぞ。は最終的に中盤で完作まで稼げるから、まあ最終的には金作はくっそ楽しい。
ルティマみたいに夜は街の人が全員寝るくらいの鬼畜仕様でもよかったのに。ダブル。それじゃ夜やることないじゃん。らしいじゃん、オブリビオン。まだ埋める。レプにはスカイリムやってほしいけど、以前やってたっけ？した。やってたはず。レプの MOD でやってた。じゃフォールアウトもやっちゃった。ない。ネズミドローン、かわいいな。SS ランクモンスターなのよね。必要なやべえやつ。手癖の悪いネズミだ。
デシカ君が加入したら、男同士、二人旅、何も起きないはずがなくにならないやん。だな。今日はこの辺でいいか。男三人女二人なんだよな。おっつ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 。テレビの前のお前たちも月曜から金曜の午後6時の放送を見逃すなよ。補充の予定はなかった。